例えば私は熊本ですけど、熊本で大学卒で初任給いくらもらえるかって言ったら、だいたい16万から20万の間ぐらいですよ。で、よっぽどですよ。特別、例えば大手企業とかね、そういうところに行けば20万とか25万とかもらえるかもしれないけど、もう大学卒業してすぐの若者に20万以上手取りで出す会社って今そうそうないんですよ。でも例えば、今一番これから伸びてくるであろうと言われているのがインドですね。で、インドって人口めちゃめちゃ多いんですけど、例えばインド工科大学ってところがあります。日本でいう東大みたいなところなんですけど、そのインド工科大学 IIT を卒業した1年目の学生に、まあ Google っていう大きな会社があるね、今アルファベットっていう親会社を作ってその子会社扱いになってるけど、その Google が初任給として提示した額はいくらか、月300万以上ですよ。熊本で片や、まあ、16万から20万ですよ。それがもう IIT 卒業した1年目の学生に与えられる、Google が提示した金額は300万以上、年収で言えば3700万って言われてますけど、もうそれこそ15倍ですよ。でもっと言うと、例えば Uber とか Airbnb みたいなスタートアップ企業がどんどん短期間で伸びて全世界に浸透していってる。だから皆さんのライバルって実はそういう海外勢、今 IT とかさ、AI とかね、ロボットっていうのがもうトレンドですけど、そういったものもこれからどんどん浸透していきます。そうすると知的作業なり単純作業なり、いろんな人間がしてきた仕事がそういったロボットや AI に侵食されていって、人間がしなくてもいいようになっていく。これは言い方を変えれば人間がする仕事が減っていくわけです。そうすると仕事自体の数が減っていき、なおかつライバルは海外勢だとすれば、皆さんがじゃあ将来その人たちとそういう環境の中で戦えますかって話なんですよ。じゃあね、今の現実に戻った時に、ね、何も考えずにただ塾に行って勉強して、学校行って塾行って家で寝て、また学校行って塾行って、ね、家で寝てみたいなことを繰り返してよ、たまに部活行ってとか、たまに遊んで気晴らししてみたいな生活をしている皆さんが、果たして5年後10年後にそういった人たちと張り合いますかって話なんですよ。で、企業はもし皆さんが就職を考えているのであれば、企業っていうのは即戦力を求めているわけだから、じゃあ皆さんが本当に就職活動の中で自分の希望する仕事に就けますか。もし皆さんが希望する仕事に就けなかったとしたら、多分転職とかって話にもなってくるかもしれないけど、皆さんはちゃんと転職に対して準備する気概がありますか。もしくはもしかしたらやりたくない仕事であっても、今更仕事を変えようとか辞めようっていうそのね気持ちになれなくて、そのまま続けていかざるを得ない人生になるかもしれない。で、そういった将来にやってくるツケっていうのを皆さんがどれだけ考えてるかなんですよ。で、そうすると私はもう自分で勉強した方がいいよねって言ってるのは、結局自分の頭で考える習慣をつけとけば、どんな状況になっても頭が勝手に先に考えてくれるんですよ。で、もっと言うと、その考えるために必要なのは情報でしょ。そうすると皆さんはもし今塾に行くっていう文化を捨てて、自分の頭で考えて勉強する。で、その中で、より効率的に勉強できるんであれば、塾を選ぶっていう冷静な判断だったらいいですけど、もう、なんか成績良くなって、ね、悪くなってきたから、じゃあもう塾に行かなきゃみたいな、そういった判断で塾に行くのは怖いなって思うのと、で、そういったね、もう、塾に行けばなんとかなるだろうみたいな、思考放棄の状態で塾に行って、学校と同じテンションで勉強したところで成績の伸び率なんて高が知れてますよ。で、そうするとじゃあ一体何のために皆さんは生きているのか、何のために勉強しているのか、そしてその勉強した先で手に入れたものって本当に将来に役立つものですかっていうところまで含めて考える癖をつけとかないとまずいなと思うわけです。でもこういうふうにごちゃごちゃ聞いてても多分めんどくさいと思う人が大半だと思うんですよ。でもだからこそでしょ、だからこそ自分の頭で考えて行動できる人たちだけが得をする社会なわけですよ。今格差社会って言われてますよね。たった一部のものとその他大勢の人たちのもう極端な格差ができている。でもそれは皆さんが今感じているものです。考えることめんどくさいなって、ごちゃごちゃ考えたくないなって、流されて生きてた方が楽だなとか、社会の歯車でいいよ別にみたいな人たちと、自分の頭で考えてもっとこういうふうにしていきたい、ああいうふうにしていきたい、自分はもっと自分にとってのなんか自由な人生を歩んでいきたいんだみたいな、本当に自分の力で生きていこうと思う人たちの間の格差が広がっていってるっていう。で、そうするとまあ私は単純な話で言えば、今何も考えずに塾に行って勉強して過ごしている人たちっていうのは多分真っ先に今後淘汰されていくなって。ね、学校以外で塾で勉強して頑張ってるかもしれないけど、
あの前のね動画でもお話しましたが、何も考えずに勉強してれば成績良くてもバカなんですよ。でバカな人たちっていうのは結局は自分の頭で考えられないから誰かに自分の判断とかを任せざるを得なくなっていくわけじゃないですか。そうすると代わりに誰かが皆さんの、まあ、人生をコントロールしていかないといけないわけだから、皆さんは就職だったり公務員だったり、まあ、なんかいろんな形で誰かにこう自分の、まあ、責任の一端を、まあ、預けて生きていくのは楽だと、そういうふうな楽な人生を選んでいくような生き方になると思うんですよ。でそれがいいか悪いかは本当に個人的な価値観ですけど、私個人としてはやっぱり皆さんにも自由になってほしいし、自分の人生を大事に扱ってほしいし、皆さんはもっともっと楽しい人生を歩めるはずなのに、勉強っていうものをうまく攻略できていないせいでちょっとこう損していたりとか苦しい思いしちゃってるんじゃないかなって思うから、まあなんかそこに改善のね、あのお手伝いができたらなっていうのが本当に私がいつも思ってることなんです。なので、あの本当に今回はね、ドキッとする話かもしれないけど、塾で勉強している人たち、もっと言うと何も考えずに塾に行って勉強したりすればいいやと思って通ってる人たちっていうのは、残念ながらこの先、まあ5年後10年後に真っ先に淘汰される人たちなんだろうなと思うから、それを今回ね、ぜひ考えてほしくて動画に撮りました。すごい嫌な話に聞こえたと思います。でも本当にこれが現実だって思ってほしいし、私ももう一人でも多くの人がね、もう塾なんか行かず、だって塾にお金払ったって何が残ります？だって本来自分でできるはずのことにお金を使うって一番もったいないじゃないですか。だからだってそこで月3万とか使うんだったら、その3万で服買った方がいいんですよ。ね、例えば椅子とか布団とかをね、もっといいものに変えた方がいいんですよ。自分の好きなバッグとか買った方がいいわけじゃないですか。でも自分がやりたくもない勉強のために月3万とか塾代払って、そのお金が一体皆さんのどう役に立ってるんですかって話じゃないですか。だから私はそれが嫌だったから、あの塾にお金を使ってほしくないなと思うし、それこそ今からどん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 教育費が高騰していくよって言われてるけど、いやいやって、それは別に塾で勉強しないといけないと思ってるからそうなるだけで、別に自分で勉強する力を身につけさえすれば、別に教育費の高騰なんかでも悩む必要は全くないでしょ。でそしたらその分のお金を自分のために使えるわけじゃないですか。そしたらもう自分の好きな服とかバッグとか靴とか買った方が絶対人生豊かだし、その方がよっぽど勉強する気になりますよ。だから皆さん本当にね、ごちゃごちゃ自分も言いましたけど、やっぱね、考えた方がいいし、考える癖を今のうちからつけとかないと、どん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 社会に振り回されていくし、複雑になっていく、この混沌としたカオスな、ね、世界で飲まれておしまいになっちゃいます。なので今回の動画がね、少しでもね、皆さんの考えるきっかけになってくれたらなと思ってます。一緒にね、自由な人生をね、ぜひ勝ち取っていきましょう。このままね、頑張っても頑張っても、結局泥沼にはまっていくような勉強の仕方しててもしょうがないから、少しねこの場で考えてもらって、軌道修正してもらえたら私もすごく嬉しいです。